皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は二酸化炭素の問題です。薄い塩酸に石灰石を入れ二酸化炭素を発生させました。これがその実験の絵です。三角フラスコの中に石灰石と薄い塩酸、これが入っています。そして発生した気体、これをこちらの試験管ですね、これ水蒸気管法で集めています。1、二酸化炭素の集め方は図の水蒸気管法以外にどんな集め方がありますか、理由も含めて書きましょう。2番、二酸化炭素水溶液の性質を答えましょう。これはアルカリ性、中性、酸性、このどれかということを聞いている質問です。3、集めた気体が二酸化炭素かどうか調べる方法、これを答えましょう。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうです。水蒸気管法以外で二酸化炭素を集める方法、下方置換法があります。この方法で集められる理由、これは二酸化炭素が空気より重いから、または二酸化炭素の密度が空気より大きいから、この理由で下方置換法、これで集められるということです。二酸化炭素の水溶液、性質は酸性です。二酸化炭素は水に溶けると酸性を示します。そして集めた気体が二酸化炭素かどうかを調べる方法、これはこの試験管の中に、ね、気体を集めた試験管の中に石灰水を入れて蓋をしてよく振ると、二酸化炭素だったらこれ白く濁りますよね。この方法で二酸化炭素かどうか調べることができます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。